これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか。ああ、きっといろいろあるんでしょ事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミズリにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろ。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものがな。秋彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。